皆さんこんにちは、キスケです。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー、新情報が出たのでそちらの方を見ていこうかなと思います。まず鳥山明渾身の一作、全世界待望の映画化ということで、4月22日、来年の4月22日に上映決定となりましたね。楽しみだやっぱりね、ドラゴンボールの新作映画はとてつもなくワクワクしますね。うん。で、この悟空のムービーっていうやつが、こちら、まあ、予告編ですね。予告編の、パート2とか、パート1とか新しくリリースされてたので、まあ、そちらの方気になる方はちょっと見てみてください。はい。で、こちら、はい、見ていきましょうか。原作者鳥山明の完全新作、スーパーヒーロー大集合の爽快バトルアクション開始ということで、はい、全世界興行収入135億円のメガヒットを記録した。すげえな。ドラゴンボールスーパーブロリー、2018年か、あれ、それから4年、この4年っていうのは多分あれですよね、公開してからですよね、時系列がとかじゃないと思うね。ドラゴンボールスーパーシリーズの最新映画がさらなる覚醒を遂げ登場すると、かつて孫悟空により壊滅した悪の組織レッドリボン軍、その意志を継いだ者たちが新たに最強の人造人間ガンマ1号2号を生み出した。彼らは自らをスーパーヒーローと名乗り、ピッコロ、ゴハンらを襲い始め、新生レッドリボン軍の目的とは、迫り来る危機を前に今こそ目覚めようスーパーヒーローということで、クソ楽しみやわ。めちゃくちゃワクワクするわドラゴンボールってすげえなって思うけど、はい、毎度おなじみ孫悟空、野沢雅子さん、ありがとうございます本当にすごいね。うん。ジレンやブロリーとの戦いを得て、まだまだ成長中と。で、今作の主人公なのかな、まあその辺のね、詳細はまだ出てないのでわからないんですけど、孫悟飯とピッコロ、まあこの辺がね、めちゃくちゃ活躍する映画なんじゃないかなとは思います。まあ予告見た感じとか、うん、この2人が中心になってくるのかなっていう感じなのかな。悟飯の師匠であり、現在はパンに修行をつける。はい、この辺もいいね。そしてギャリック砲のポーズをしたベジータ堀川亮さん、ありがとうございます。ウイスの下で修行に励むと。そしてパンちゃん、パンちゃんですね、3歳ながらピッコロの下で修行していると可愛すぎひんか、パンちゃんで、今作新しいキャラクターとしてガンマ1号とガンマ2号が、実装されると、実装されるっていうか、まあ登場されるっていうことですね。ドクターヘドが生み出した新たな人造人間の1号機、赤いマントを羽織る忠誠心が強く冷静沈着な性格。そしてガンマ2号が、ドクターヘドが生み出した新たな人造人間の2号機、青いマントを羽織るややノリが軽くガンマ1号にたしなめられることもということで、まあ、キャラクターがいいね。ちょっとおちゃらけタイプの人造人間と、まあ、忠誠心が高く、まあ、なかなか強そうな、強いのかな、どうなんでしょうかねっていう感じでしょうね。はい。で、まあちょろっと見ていくと、画面キャプチャー上にずらすと、あれ違うな、はい、上にずらすと、はい、こんな感じになってますね。はい。ニュース、まあニュースはちょっとわからないですね。ドラゴンボールシリーズの放送配信情報、そしてキャスト、スタッフ、はい、鳥山明先生ですね。いや、いいね。コメント見ていきましょうか。下げちゃいましょう。ずるずるずると。はい。皆さんこんにちは、原作者の鳥山明と申します。今度のアニメ、ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー、ちょっとスーパーというのがくどいのですが、内容は絶対に楽しんでいただけるはずです。今回も僕がストーリーやセリフ、デザインの一部を書いていますが、そんなことより今回は特に動画のクオリティがすごいです。
今の時点では僕もまだ一部の画像を見ただけですが感激してしまいました。ファンの皆様と一緒にワクワクしながらあとわずかの公開を待っています。お楽しみに、ということで、はい、新情報が出ましたね。で、皆さん新しい予告動画見ましたかね。見た方がいいですよ。うん。で、今作は、3D CG 映画なんですよね。ドラゴンボール映画初となる。うん。まあ、ブロリーの時も、まあ、戦闘時、ちょろちょろ、CG は挟んどったと思うんですけど、今回はもうフル CG ということで、まあ、なかなか新しい試みというか、うん。そこを不安に思う人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、新しい予告映像、見てみてください。すごかったよ。ちょっと一部一緒に見ようかなと思うんですけど、はい。まずこちら、ピッコロですね。これどう？めっちゃ良くない？作画。すげえいいと思うんだよな。で、次。はい。これが新たに生み出された人造人間のガンマ1号ですね。うん。で、まあ、おのおの周りに、まあ、レッドリボン軍の兵士なのかなっていう感じはするんやけど、まあ、雨の中、佇んでますね。で、はい。襲い来る、最強の人造人間ということで、まあ、この人造人間は、先ほど予告の情報にあった、このガンマ1号とガンマ2号を表していると思います。そして、衝突するスーパーヒーローということで、はい。こちら、ご飯ちゃんですね。いやー、俺ね、ちょっと、俺もすごい不安だったんですよ。ドラゴンボールで CG なのみたいな。僕個人的にはね、その CG 映画って特別好きでもない。どっちかというと、普通に CG じゃない方が好きっていうタイプの人間なんやけど、まあ、この予告動画を見ると、特に気にならないのかなっていう印象がありますね。正直な感想は。そしてこれがベジータですね。いい顔してますね。そして、はい。ご飯が覚醒すると。このシーンね、めちゃくちゃかっこよかったよ。予告見てない方は、ぜひとも見てほしいんですけど、まあ、この時ですね。このメガネを、バッて取って、あれですよ、人造人間のセルの時に見せたような覚醒のシーンがね、ちょこっと見れますけども、うん、動いてる感じを見ると別にそこまで違和感は特になかったのかなっていうのが正直な感想でしたね。うん。ということでサイトに戻るんですが、はい。ここにね、いろんなキャラクターが出てますね。まあ、どれがヘドなんでしょうか。ヘドって書いてたよね、さっき。ヘドやったっけ。ちょっと忘れちゃったけど。ドクターヘドですね。どれがヘドなんやろ、こいつかな。めちゃくちゃ悪そうなやつ。まあ、黒幕はこいつっぽいけどね。先ほどの映像でね、傘さしてますけど、こっちの方が多分位は高いんでしょうけど、なんか最終的に悪くなりそうなのはこいつなんじゃないかなっていう気はしてますね。ここにちょっとだけ見切れてるけど、ちっこい坊やがいますけど、どれがヘドなんやろ。どうなんでしょうかね。まあ、その辺もね、ちょっとまた新情報が出るかもしれないんですけど、ここにね、H って書いてるんですよ。ここに。これがヘドの H なのかもしれない。まあ、だからこいつが作り出したのが、この2匹なのかもしれないんですが、まあ、その辺もね、非常に楽しみですね。はい。まあ、個人的には CG 映画ということで、非常に不安ではあったんですけど、ちょっとね、この作画、見させられると、期待せざるを得ないというか、やっぱりドラゴンボールの映画はね、うん、どんな映画だろうか、ワクワクするし、面白くなってくれることをちょっと期待しようかなと思います。まあ、またね、ドラゴンボールスーパー、スーパーヒーローの新情報が出次第動画撮っていこうかなと思うんで、よければチャンネル登録お願いします。お疲れさんでした。バイバイ。